鹿に注意。鹿いるかな。これでも柵があるってことはなかったら簡単に鹿が出てきちゃうとかそういうことなのかな。どうかまったりしてきて眠くなってきましたね。お、日も出てきた。うん、よかったよかった。やっぱりね、せっかくなら晴れてた方がいいですから。いいじゃないですか。バイク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 、左曲がり、ふいーん。右、チュイーン。左、チュイーン。あと28分。まあ本当にね、霧が晴れてよかった。こういうところをね、霧の中で走るって嫌ですから。次は右かな。まっすぐ、あの日星が降った日、まるで美しい眺めだった。放課後？悪い、俺今日これからバイト、必ず会いに行くって。うん、新鮮な風を浴びましたが、やっぱりね、シールドしないと目がもう風でうわーってなるんで閉めました。青木ヶ原樹海最高。ナイスクだよ。さて、ということで、あと20分で着くようですね。はい、なかなか、眠気との戦いが続いておりますが、負けずに今後も行こうかなとね、思います。バイクの集団もいっぱいいます。もう足も疲れてきました。負けずに、負けではないですが。おお、フォーリナー。富士ヶ峰ね。あー、わお、渋滞であるならば一回 GoPro 切ろうかな。また後ほど。ということで、あと6分くらいで到着するような、距離感になってきました。相変わらずバイクも多いですね。そして相変わらず眠いですね。でもここで寝てしまうと、もう目が覚めない眠りになってしまうので、眠らずに最後まで行こうかと思います。他の人は眠くないでしょうか。そしてお峠さんはだかおっと、さあ、あとどんぐらい？あと2分って書いてある。もうちょいですね、これ。あ、この先ゴールが見えてきました。やっと落ち着いて座れるわけですね。やっぱね、バイクはね、バイクは楽しいけどね、お尻が痛くなる、そんな時がある。もう着くんじゃない？ほうとう、ふなり、これじゃん。わお、